1階のスペースは制作する、まあ、実際に、自分が、土を練ったり、まあ、作業するスペースで、2階は、まあ、焼いて失敗したものだったりとか、まあ、失敗かどうかもわからない、作品なのかどうかもわからないっていうもの、まあ、今の自分では理解できないものを2階に持って行って、でそこで持っていくようになったんですけど、でそれがどんどん溜まっていっちゃって今みたいなスペースになったんですけど、だからまあただ2階に行くと、まあ、その時作ってた自分のものと出会えるので、まあ、その時の自分の気持ちを思い出せる、そこに行けるという場所が2階かなっていうふうに思ってます。ロエベがどれに当てはまるかっていうと、それはまあロエベはまあファッション、アート、クラフト、まあ、まあそういったところからすごくこう興味持ってもらえるっていうのはすごい嬉しいことだなっていうふうに思うし、まあそういう意味では常に刺激もらってるジャンルなので、まあそうやって声かかるっていうのはすごい嬉しいし、もちろんコレクションでそういうふうに出るっていうのはすごく嬉しいです。まあ制作の面ではすぐにそのプロジェクトでどうこう変わってくるっていうことは大きくはないんです。ただまあそのそうですね、まあ、土練るから、まあ、焼くっていうところまでやる中で、その途中の段階で何かそういう違う観点を持つことがまあ出てくる、うん、それで選択が変わってくるっていう意味ではすごい大きいところはありましたね。はい。機能性については、全然考えませんでした。バッグについては、あ、これ具体的なことになるんですけど、バッグについてはただでもそれが逆に新しいデザインになったかなっていうふうには思ってます。